埼玉うまい店大図鑑。さて今回は与野本町までやってまいりました。埼京線に乗りまして、うまい店大図鑑の一軒として、実は大宮の魚屋を紹介してくれた津村マン覚えております？そうそう、彼ですよ。彼がね、与野本町にものすごい店があるんですよって言うんで、このお店紹介してくれたんですよ。まもなく、やってくると思うんですが、今日はね、津村マンのパパも一緒だって言うんですよ。親子2人で通っているお店。あ、来ました。どうも、お宮ありがとうございました。はじめまして、大野です。今日はよろしくお願いします。どうも。あまり強くないんでという方、いや、食事だけでも十分に満足できる豊富なメニューがずらーり揃っております。キンキンに冷えたビールが到着。まずはじゃあ3人で乾杯。乾杯。うまい。さすが神山。今回はスペシャル企画ということで、カバハギ、イカにマグロですね。こちら、この肝を醤油で溶かす肝醤油でいただくと絶品ですよ。カワハギの肝とカワハギ、あんまり新鮮なんで肝が溶けない。だから肝とカワハギ一緒にいただいて。この刺身に合わせるのは何年ぶりかな。あなたに合うのは。ひろき、お願いします。1号。最高です。三日の唐揚げを2つ、北海野菜のニンニクバターを2つください。はい、かしこまりました。美味しいね。幸せだね。うまいもん食ってた。やっぱり自称はですか。自称自食家みたいになってみて。これアサリ、おでっけアサリだな。これいいんですか、かけて。もう全然、もうサクサクホクホクだと思う。うん、これね、多分サクホクです。ちょっと目光いただきますね。トムラも言ってくれ。どうだ。うまい。うまいな。うん、うまい。刺身って何度で食べるのが一番うまいと思います。ちょっと頭悪い。おー、ゴーンだよ。さっきの川木だよ。まあ、そうか。もうこれも俺30年ぐらい前に言われたんだよ。すごいな、メスカイラ。このボリューム見てくださいよ。これはすごいぞ。これは一口で食べるな。いいのかね、こんなうまいもの食べてて。これはうまいわ。さすがだね。海のミルクです。これはうまいわ。どうだ。はい、ダメ
これは何ですか。なめろうです。なめろうか。いただきます。お酒進んじゃうね、これは。これはうまいわ。秋の味も美味しいです。あ、今味うまいんだろ。味めちゃくちゃ美味しい。夏じゃないよな。これから冬に向かってって餌いっぱい食べてるから。なるほど。うわしいね、ほい。魚食うほどじゃないですけど。これね、つむらまんがおすすめのね、マンボウの塩焼き、どういうものかということをちょっといただきます。なるほど、結構歯ごたえあるよ。一口よ。こんな硬いの？知らない、俺食ったことないよ。すごいよ。あのね、これ絶対あれでしょ、ウーマンボウって言わなきゃいけないやつでしょ。匂わないでいい。このね、タンパクさ、なんだろう、なんか、あ、食感が、あ、本当にイカっぽい、イカっていうか、うん、あ、え、っていう感じだよ、あのマンボウ知ってるから、背景を。なんかよくね、あの水槽にぶつかって死んじゃうとかって言われる。これは何とも言えない。まあでもマンボウはフグですから。うん、フグですから美味しいですよ、多分。うん、サボンって言ったらいいですけど、うん、マンボウ言わないじゃん。言えない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 。マンボウいろいろ考えてどの顔でやればいいのかな。ちょっとごめんなさい。ともかく一度の訪問じゃ食べ尽くせません。営業時間夕方5時から夜11時まで、定休日月曜日です。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、ローカルな与野本町に、本当に、嬉しいです。あえて、さあ、ありがとうございました。ありがとうございます。なんでこんなに美味しい、酒と魚を用意できるんですか。いやいやいや、本当真似事やってたやつ。何を言ってるんですか。いやいや、うちの常連さんがもう育ててくれたもんで、はい。だから、あのつむパパとつむらまん、こっち来い。はいはいはい。つむらまんと、はいはいはい、これで俺らがなんでこんなに満足できるかってことを、日曜日の夜だよ今日。あ、そうですね、満席じゃないですか。はい、いやいやいや、わかりました。入っちゃったな、はい、こんな美味しい店を紹介してくれてありがとうございました。また、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これからね、これ大宮からいつも裏に帰ってるんだけど、大宮から与野本町に寄って帰るという、中継車でパターンになります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はありがとうございました。本当にありがとうございました。海賊ラジオオン YouTube、 この番組は埼玉うまい店大図鑑、与野本の名店昭和、一人でも家族連れでもみんな大満足、ぜひお越しください。チャンネル登録よろしくね。